みんなおはよう。今日はお友達とお勉強をしに行きます。でね、急な始まりでごめんね。荷物準備しながらお話ししてもいいですか？荷物このトートバッグで行きます。今現在11時頃でございますけども、筆箱の中身から準備しますね。今日友達と遊ぶじゃないや、友達とお勉強するんだけど、同じクラスのメンバーとやります。じゃないとね、ちょっとわからない。数学が私のクラスだけ違うの、みんなと。だから他の子に聞いてもわからない範囲だから、同じクラスのメンツのことやって覚えようの回です。勉強をちゃんとできるようにしようの回。数学以外もやるんだけど、もちろんマジでわかんないから数学手つけてなかったの ね、相当やばいぞと思って焦り気味でございます。で、筆箱分ぐらいでいいかな。もう適当です。でも数学メインでもしやるとしてもパソコンでやるから、ちょっとこれつけたいと思います。かわいい。これつけられるかな、このちっちゃいところに。あ、つけられますね。余裕です、余裕でした。うわ、かわいいやん。イエーイ。これと、あとは英語が私終わったのだよね、終わって。値、漢字とかどこに置いた？ちょっと待ってて。こっちやな。漢字と歴史の課題、一応持ってっときます。あとパソコンね。パソコン充電し忘れててさ、充電できてなかったんだけど、これできてると思う？何パーだと思う今。何パーぐらいか、起きてから充電したからもうあんまないかもしれないけど、何パーだ、あ、60%余裕です。全然余裕でした、よかったです。パソコンと、あとお電卓ですね。ギャーン、電卓入れて終わりかな。あとはお財布入れて、モバ銃とかもろもろ入れるって感じですね。 OK、 できました。おい、こらせ。じゃあ、もう向かいたいと思います。行ってきます。はい、今向かってるんですけど、なんか外暑すぎて、暑いのもそうだけど、なんか明るすぎて、ねえ、マジ痛かった、今。っつってなった。やっぱ太陽光の下で見ると、可愛いね、色ね。眩しい。でも、もうバテるほど歩くわけでもないから、大丈夫だと思います。数学、私がやってるところ、数学 B って場所なんだけど、数学 B やってる子いる？ここに。いたら教えてください。わかんない。なんか2学期とか検定とかいるらしいし、数学の。そんな数学得意じゃないよと思ってるけど。無理。ま、うまく、ちゃんと、解けるようにしないとやばいんで、勉強頑張ります。暑い。こんなんで運動とかしたらマジでぶっ倒れる。みんな気をつけてね、この季節は暑いから。今日髪の毛いい感じになりました。朝お風呂入ったんでサラサラです。熱中症長いようにゆっくり歩いていきたいと思います。はい、ですね、ちょっと早めに着いたので先に勉強してようと思います。漢字やっておこうと思います。頑張ります。てかマジ人多すぎて仕切ってる一人。あれだもんね、ゴールデンウィークじゃなくてなんだっけ、お盆だから人がいっぱい、結構仕切ってる。みたいなんで、頑張ってやりたいと思います。はい、ですね、今帰り道でございます。たくさん勉強してきました、エラチーです。じゃあ、今から帰って、で実は私明日プール行くんで、なんかプールの準備もうしようかなと思ってるんで、また動画撮りますので、ちょっと待っててください。じゃあ、お家帰ります。
はい、皆さんめっちゃ時間過ぎちゃってごめんなさい。なんか寝てたりしちゃってもう遅くなっちゃったよ。もうメイクも落としちゃったし、今帰ってきてすごい時間、ご飯も食べたりとかすごい時間取ったんだけど、あのプールの準備しようと思います。ちなみにバッグはここで入れます。まずは水着とかマジで忘れたら終わりだからね。水着とタオルが入ってるやつを持ってきます。一番大事これ見ました。そしたら2番目ぐらいに大事なじゃん、防水ケース、スマホの防水ケースです。まあ、この中になんか小銭とかも入れる予定なので、スマホと小銭とみたいな感じで入れます。はい、で次、はい、日焼け止め、反省して日焼け止め持っていきます。ちょっとはい、この前ちょっと日焼け止め塗らないで行ったらもう真っ黒になっちゃって皮も剥けちゃったので、じゃ皮剥けるのはちょっとさすがに嫌だったんで、もう一回日焼け止めねちゃんと塗るために持っていきます。でアントンは一応目薬持ってったく、すごい便利だった目薬入れてたら。あとなんだ、お金だお金だ、あ待って嘘だ、お金も必要だけど浮き輪ね、あのこの前さ、なんかスマホホルダーと浮き輪ないみたいな動画、この動画見てくれた方分かると思うんだけど、その時にキャンドゥでは可愛いって言ったハートの浮き輪をママに買ってきてもらいました。ありがとうございます。それを持っていきます。でじゃん、お財布、まあ、お財布って言っても こっからまたあの透明のケースに入れ替えてみたいなするから、まあそれまでに持ってくようなお財布みたいなものです。あとは扇風機、やばい絶対音やばい絶対音やばい、ごめん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 、絶対今音やばかった、ごめんね、すごい風向けちゃったよ。あの扇風機ママに借りました。扇風機ねマジであった方が良かったから、扇風機ぐらいかな。水着も持ったし大丈夫だね。 OK、 じゃあこの後、まあ、あの寝る時にモバ充とか充電するんで、モバ充充電したり、と何があるかな、他は特にないかなって感じで、明日はプールなので、今ねもうね10時ぐらいなんで、あの今からそこお風呂入って寝ようと思います。もう今日は早く寝ないと明日のね体力があれだからね、急いでお風呂に入っていきたいと思います。ということで今日はなんか Vlog、 友達と勉強する Vlog でした。まあ、友達と勉強するとかは撮れてないんだけど、準備と行き帰りとでプールの準備とっていう感じだったんですけども、課題も今日結構進められたし、プールの準備も完璧にできたので良かったです。じゃあ私は今から急いでお風呂に入っていきます。それじゃあまたね、バイバーイ、みんなおやすみ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。